6日間これ食べるだけで確実に痩せます。マイナス10キロ、綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。突然ですが質問です。例えばこんなことないですか？家を見渡すとダイエットのために買ったバランスボールやストレッチポールなどのグッズがもはや部屋のオブジェのようにたくさん置いてあったり、一体どのサプリやプロテインが効いているのやら全くわからないけど、まあ、もったいないからとりあえず飲んでいる。一つでも当てはまっているならこんな風にあれもこれも手をつけてなかなか結果の出ないダイエットにモチベーションが下がって何をやっても続かない、いつまでも下腹ぽっこりの鏡に映る自分の姿を見るたびに悲しい気持ちになったりしてませんか？私も毎日鏡に映る自分の姿を見るたびに憂鬱な気分になって笑顔も出ないくらい暗い気持ちになっていた時期があったので、あなたが今どんな気持ちでいるのかよくわかります。そこで今回の動画ではまず最初にいつまでも結果が出ないダイエットはやめて、私と同じように人生最後のダイエットなる根本的な痩せ体制と生まれ変わるための体質改善の方法、次に6日間食べると体の中から痩せ体制と生まれ変わってスルスルと体重が落ちてお腹周りもすっきりなりたい理想の姿が実現できる内容になっています。今回ご紹介する痩せる食べ物はいつものスーパーで簡単に手に入る材料で誰にでも続けることができます。この動画を最後まで見ていただくことで確実に痩せ体質に生まれ変わる食べ物とダイエット効果を高める美味しい食べ合わせもわかるので、ぜひ最後まで見ていってください。では早速確実に痩せ体質になっていく方法を解説していきますね。結論からお伝えします。それはあなたの腸内フローラを整えるダイエット法になります。腸内フローラって聞いたことあるけどダイエットと何の関係があるのって思いますよね。私も最初は半信半疑だったんですけど、みるみる痩せるし顔中水泡だらけで、どい肌トラブルが綺麗に改善したり1週間出ないままなんてこともあったくらい、ひどい便秘や生理不順、アレルギーの薬や頭痛薬などからもう卒業できた内容なので最後まで見てください。ではここから少し体の仕組みについてお話しするのでついてきてくださいね。そもそも腸内フローラって何って思いますよね。私たちの腸内には約500から1000種類、約100兆個もの細菌が存在していて、特に小腸から大腸にかけて生息しているんですけど、様々な細菌がこうバランスを取りながら腸内環境を良い状態にしてるんですね。この腸の中を顕微鏡で覗いてみると多種多様な細菌が集団を作って住んでいます。これがまるでお花畑フローラのように見えることから腸内フローラと呼ばれています。お腹の中がお花畑ってなんか可愛いですよね。この腸内フローラのバランスを整えてまた維持することが大切なんですね。ところが食べ過ぎや飲み過ぎ、ストレス、睡眠不足などが原因で腸内の悪玉菌が増えて腸内フローラのバランスが悪くなると有害物質が増えることで代謝が低下、脂肪を溜め込みやすくなり、結果どんどん太ってしまいます。逆にお腹の中で善玉菌が増えると腸内フローラのバランスが良くなって腸が体に余計な脂肪を溜め込みにくる指令を出してくれます。結果自然と痩せ体制と生まれ変わることができるんです。でここからイメージしていきましょう。あなたはどちらですか？あなたの腸内フローライコールお腹のお花畑が痩せ菌と呼ばれる善玉菌の種類が多ければ、例えばディオールの香水のようないい香りで彩り豊かな美しいお花が何百種類も咲いている綺麗な腸内フローラ、逆にデブ菌と言われる悪玉菌が多ければ、例えば世界で最も醜い花と呼ばれ、また腐った肉のような強烈な匂いを放つインドネシアスマトラ島の限られた場所に生える里芋科の絶滅危惧種植物で世界最大級と言われる花、食大黄こんにゃくがびっしり生えている腸内フローラ、安心してください。私も完全に後者の人間でした。腸内フローラの良し悪しはおならや便で簡単に分かります。さすがに腐った肉のような強烈な匂いを放つ便やおならは出ていないかもしれませんが、それでもかなり匂いがきつかったり便の色が黒っぽくてコロコロ、またベッタッとしていたらかなりやばいレベル、明らかにデブ菌と言われる悪玉菌が多い状態です。じゃあどうしたらいいのって思いますよね。そこで次に6日間これ食べるだけで確実に痩せる腸活ダイエットの基本の食べ物を3つ解説していきますね。本当に6日間食べるだけで腸内フローラ良くなって痩せるのって思いますよね。あなたのこれまでの食生活が今のあなたの腸内フローラを作っています。この食生活を変えれば個人差はありますが、わずか6日間でも腸内フローラは大きく変化するという研究結果があるくらいです。なのでどれだけ早く今からお伝えする食べ物を食べていくかが
超重要です。1つ目はプロバイオティクスを多く含む食べ物、2つ目がプレバイオティクスを多く含む食べ物、そして最後3つ目は意外な食べ物、それぞれ詳しく解説していきます。では早速1つ目のプロバイオティクスを多く含む食べ物、それは発酵食品です。乳酸菌やビフィズス菌、納豆菌など善玉菌を多く含む発酵食品は腸に直接届くんです。じゃあ具体的に何を食べればいいのって思いますよね。例えばヨーグルト、ぬか漬け、味噌、キムチ、納豆と、飲み物ならリンゴ酢さゆ、甘酒、昆布茶などですね。今昆布茶と聞いて和菓子に合うような海藻の昆布茶をイメージした方もいるかもしれませんが、ここで言う昆布茶は天然発酵したシュワシュワの炭酸の飲み物のことです。私のおすすめの昆布茶があるので詳しくはこちらの動画をご覧くださいね。次に2つ目はプレバイオティクスを多く含む食べ物、それはオリゴ糖や食物繊維を多く含む食べ物です。胃や小腸で分解吸収されずに大腸に届くので、大腸にいる善玉菌の餌となって善玉菌を育てる役割をしてくれます。腸内フローラのお花畑にこう水や肥料をこう上げて育てていくイメージですね。すると腸内環境を整える成長効果、食後の血糖値や中性脂肪の上昇を抑えるなどのダイエット効果を発揮するわけです。では具体的に何を食べればいいかというと、オリゴ糖を多く含む食品としてバナナ、リンゴ、蜂蜜、キャベツ、玉ねぎ、アスパラガス、ニンニクなど、食物繊維を多く含む食品として海藻類、大麦、ブロッコリー、オクラ、大根、ごぼう、アボカド、なめこなどになります。いかがですか？いつものスーパーで手軽に買える食材ばかりだと思いませんか？ここで一旦まとめると、腸内に善玉菌を届けるのがプロバイオティクス、善玉菌を育てるのがプレバイオティクスと覚えてください。ここまで大丈夫ですか？食べることって毎日の積み重ねですよね。このように善玉菌を届ける足す育てるの相乗効果でダイエット効果が高まるので、早速食べ合わせの献立を考えてみましょうね。例えば朝食ならヨーグルトにリンゴを加えてみたり、きのことわかめの味噌汁に納豆など、食材の分類を覚えて献立を考えていくと簡単にできて丸です。そして最後の3つ目は脂肪です。いや脂肪なんて取ったら太るやろと思いますよね。実は私も脂肪なんてバクッ食べないなんて目の敵にしてたんですけど、全然痩せるどころか体力が落ちて疲れやすくなったんですね。ここで言う脂肪とはあくまでも良質な脂肪のことなので安心してくださいね。私のように逆にしっかり摂取した方が痩せます。それを裏付ける面白い研究結果があるんです。ハーバード大学で肥満症の人を対象に、それぞれ1低脂肪の食事、炭水化物6割、脂肪2割、タンパク質2割、2低糖質の食事、炭水化物4割、脂肪4割、タンパク質2割、3低炭水化物の食事、炭水化物1割、脂肪6割、タンパク質3割のうち1種類の食事を1ヶ月食べ続けた結果、総カロリーは同じなのに3の低炭水化物で高脂質の食事のグループが一番カロリーを消費していて、さらに1の低脂肪の食事のグループは血液成分に変化があり、そのせいで体重が増加しやすいことが分かったんですね。このような良質の脂肪はしっかり摂りながら血糖値のバランスをよく保つ食事は腸内細菌のバランスを保つと言われています。要するにおにぎりやパンだけみたいな過剰に炭水化物ばっかり食べないメニューにするがポイントです。良質な脂肪とは、例えば加工された添加物とプリのベーコンやハムなどではなく、ましてや食べるプラスチックと呼ばれる体を壊すトランス脂肪酸入りのサラダ油などではありません。ここに関しては詳しく LINE 公式でこれだけは気をつけたい添加物を分かりやすく解説していますので受け取ってくださいね。逆にぜひ取り入れてほしい良質の脂肪とは、お肉やお魚などのタンパク質に自然に含まれる油やオリーブオイル、アマニ油、エゴマ油、MCT オイルやココナッツオイル、素焼きナッツなどになります。例えば私はわかめとキノコの味噌汁、リンゴヨーグルトにアマニ油、エゴマ油、MCT オイルなど日替わりでちょい足しして食べています。これだけでプロバイオティクス、プレバイオティクス、良質な脂肪のすべてを手軽に摂取できますよね。そんな簡単なことでいいのって思いますよね。いいんです。私もそうなんですけど、めんどくさいことって続かないですよね。それではいつまで経っても腸内環境良くなりませんし、痩せることはできません。以上3つ、
6日間食べるだけで確実に痩せる腸活ダイエットの基本の食べ物と食べ合わせについてご紹介しました。お伝えしたことを一つからでも OK、 今すぐ始めてみてくださいね。今あなたが抱えている体型や体調の悩みから解放されて、なりたい理想の姿を手に入れたキラキラ輝く自分をイメージした上で具体的に動くことがとってとても大事です。では健康で綺麗に痩せる具体的な腸活ダイエット法はここからなんですけど、私は腸活ダイエット講師として1万7000人を超える女性のケアをしてきた経験から、多くの女性をダイエットの成功に導いてきました。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプがわかるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど、合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。腸活で食事改善といっても何をしたらいいのかわからないという方は、この動画は超おすすめです。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。すでに登録済みの方は今後も有益な情報が配信されますのでお楽しみに。ということで今回のまとめです。6日間食べるだけで確実に痩せる腸活ダイエットの基本の食べ物は、1、プレバイオティクスを多く含む発酵食品、2、プレバイオティクスを多く含むオリゴ糖と食物繊維、3、良質な天然の脂肪でした。今回も最後まで見てくださり本当にありがとうございました。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねや感想をコメント欄にお願いします。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体質の生まれ変わるための役立つ情報をお伝えしますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。